アクツ244の、永井伸義です。今日は11月の15日16日に、九州で行われましたアクツ244によるワークショップ、そしてワーシップライブの模様について皆さんにレポートさせていただきたいと思います。11月の15日土曜日に福岡で博多キリスト教会という教会を会場にアクツ244のワークショップ、これはですねワーシップリーダーの方やまたドラム、ベース、そしてギターですね、そういった日頃音楽の奉仕をなさっている方たちのスキルアップのためにですねワークショップを開かせていただきました。そしてその後続けてワーシップライブ、特にアクツではですね次世代の、まあ、若めの、ワーシップリーダーの方たちにご協力いただきまして、特に、これからの教会の、礼拝の少しでもですねお手伝いをすることができればな、ミュージシャンやワーシップリーダーたちのスキルアップにつながるような、まあ、そんな、ことがですねできればお手伝いできればなという思いでこのような企画をさせていただきました。そして次の日曜日はですね11月の16日だったんですけども、それは宮崎福音教会で、宮崎県の初めてこれも、ワークショップ、そしてさらに、ワーシップライブをすることが、できました。このアクツの働きは、まあ、教会でご奉仕をくださって特に音楽奉仕の方たちのためにこの働きさせていただければなと願っていますけれども、ワーシップリーダーの方たちがより良い賛美をですねワーシップリーダーをすることができるようなお手伝い、また、さらにはミュージシャンの方たちがですねいろんな形で、そのスキルを上げたり演奏の本当に、能力をですね上げていただけるような、そんなお手伝い、こちらの方もですね少しでも役に立てばというそんな思いでさせていただいています。そしてもう一つの目的はですねアクツでは次世代のワーシップリーダーとかですねミュージシャンたち、これからの日本の教会を担っていくようなそんな方たちを発掘、またそういった方たちと一緒にですねいろんな活動をこれからもできたらなとそのように願って今回も何人かの方たちにご参加いただいた次第です。11月の15日の福岡でもそうだったんですけども、まあ、宮崎も同じように大体100人ぐらいの方たちがご参加くださいました。たくさんの教会からですねいろんな教会から参加していただいて、またこういったことに本当に関心を寄せてくださっている先生方にも牧師先生方にも参加していただいて、とても素晴らしい時を持つことができました。で今回ですね特に中学生とか高校生とかその若い方参加者たちがね結構おられたので、それは本当に日本の、礼拝、をですねこれから担っていく形になると思いますので、本当に日本の教会の将来というのは、期待できるな、素晴らしいなって、そんな私は感想をいただきました。そして今はですね本当になんか東京とか、また大阪とかですねそういう大都市だけではなくて、こういった地方においても本当にパワフルでまた恵まれるって言いましょうかね、本当に心からの神様を賛美する賛美の時、ワーシップの時が持たれているということも本当に、私にとって励ましとなったことを皆様に、レポートさせていただきたいと思います。そしてまたさらにですね次に対する期待もこの集会に出た方たちよりも、上がってきましたので、次のこともですねまた九州でもまた他のところでもですねこのような賛美の集会をさせていただきたいなと心から願っています。今後のアクツの働きなんですけども、これからも日本全国いろんなところでその地域の教会に一生懸命ご奉仕して使えてくださっている、ワーシップリーダーとかミュージシャンの方たちを励ます、そんなイベントを開いていきたいなと、願っています。そしてですね本当に日本全国どこに行っても、神様に対する心からの礼拝が、それもとてもいいクオリティの音楽を用いて、捧げられている、そんなことを私たちは目指しながらそのお手伝いを少しでもできればなと思って、この活動をこれからも精一杯受けさせていただきたいと思います。ぜひお祈りください。また応援していただきたいと思います。以上アクツ244の永井伸義がレポートしました。ありがとうございました。